2012年6月ギリシャ議会総選挙はギリシャにおける立法府であるギリシャ議会を構成する議員を改選するために行われた選挙で2012年6月17日に投票が実施された。なお同日にはフランスでも議会選挙が行われた。2012年5月に行われた総選挙の再選挙として実施された。 5月の総選挙では新民主主義党と全議理社、社会主義運動の連立与党が過半数を取れず、急審左派連合が第二党になるなど、緊縮財政反対派が多数派を占める結果となった。選挙後、新政権発足に向けた連立交渉が行われたが、急審左派連合が緊縮財政政策反対を貫いた結果、政権樹立に失敗した。5月19日、 パプーリアス大統領は議会を解散する大統領令に署名し、6月17日に議会選挙が行われる運びとなった。選挙は、緊縮財政政策とユーロ圏残留の是非を争点とした事実上の国民投票となった。選挙制度の詳細については2012年5月、ギリシャ議会総選挙基礎データを参照。緊縮財政政策支持派の ND が5月選挙より、 得票と議席を増やして第1党となった。緊縮財政反対派のシリザも得票と議席を増やしたが第2党に止まった。この結果 ND と第3党の PASOK、OK、で過半数議席を獲得した。阻止条項である3%を上回って議席を獲得した政党の得票で見た場合、緊縮財政政策支持派の ND と PSOK、OK、の得票合計42.0%に対し、緊縮財政反対派は計52.1%で、緊縮反対派が多数を占めていること自体には変化がなかった。選挙結果を受け、ND のサマラス党首は国民はユーロ圏残留を選択したと勝利宣言した。一方で、ギリシャの経済成長を保障するため、 債務返還期限について2年程度延期するように求めていく姿勢を示した。第2党となったシリザの地プラス党首は18日から戦いを続けると述べ、最大野党として緊縮財政に対する対決姿勢を表明した。ありがとうございます。